はい、この、まあ、プルキガイマッチをやっておりますが、もう最終ターゲットです。ただいまトップは川村さん、ザブザ川村さん、じゃーん、420点、420点ですね。2位が塩ジャケさん、407点、13点差。ちょっと決まった感はありますが、どんな感じになるでしょうか。最終ターゲット始まります。はい、それではブルズアイターゲット第10ターン参ります。スタンバイレディーゴー。始まりました。1分経過です。はい、終了しましたら、ね、終わりました。ハゲット解消お願いいたします。じゃあまず鈴木さんと室さんからいきましょうか。点数さあ何点でしょうか。さあどうでしょうか。6秒前ぐらいね、それ最後に言ってもらおうかと思ったんだけど、動画の演出上聞いてなかった。4号、まあ、無難にね、無難にこんだけ。じゃあちょっと書いてもらっていい？これあれですよね、無理ですよね。さあ室さんは入ってねえっすね、これね。じゃあ46、そして鈴木さんは今日こういうのこれ4号ですね。4号、はい、4号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 。さあ塩鮭さんは何点でしょうか。塩鮭さん何点ですか。44、44だそうです。44、負けた。さあ44、角が。さあ皆さん何点でしょうか。結局優勝はとりあえず川村さん。もうそれ聞かなくてもみたいな感じかな。4号だから465だ、465点。はい、レコード更新にはならないですね。45だ、45か。はい、ということでね、ジェファンと鈴木さんの同点です。はい、同点同点。じゃあ頼んでじゃなきゃ。やめてよ、もう肉弾戦、肉弾戦プレートで。452、室さん452ですね、多分。拾った球投げてから何個倒せるかってやつ。倒せるは力すぎるね。438か、加瀬さん。はい、ということで優勝は川村さんでした。はい、おめでとうございます。もう動画、優勝どうですか川村さん、なんか一言。いや嬉しいですね。ありがとうございます。
じゃあまた次回頑張りましょう。次回も頑張ります。じゃあ次も頑張るぞ。頑張るぞ。はい、ありがとうございました。さあ急遽始まったプレートマッチ3回戦です。現在トップは西村さん28枚で、川村さん27枚、鈴木さん26枚で、暫定トップ田中さん35だけど、もう多分この3人で決まるでしょう。さあ果たして、はい、スタンバイ指定で待ちください。結局だから、いいんで、だから4秒でいいんで、テンポは、はい、プレート競技を開始します。プレートスタンバイレディー。さあ初段は皆さんやっぱ出てきましたね。どうなるでしょうか。プレートスタンバイレディー。鈴木さん外しましたね。2枚差なのでちょっと痛いか。プレートスタンバイレディー。さあどう、下段初めてやるとすげえ早い。はい、最初の回はい、はい、プレートスタンバイレディー。はい、はい、プレートスタンバイレディー。毎中何点か、何枚かって話ですけど、これね。さあ、中段1枚目、はい、競技を再開いたします。プレートスタンバイレディー。出てきますね、さすがに。はい、はい、はい、プレートスタンバイレディー。鈴木さん、これは痛い。鈴木さんはここで脱落か。はい、はい、プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。もう苦しい。はい、はい、プレートスタンバイレディー。西村さんが外したということは現在同点、そして鈴木さんは、はい、今3枚差。はい、再開いたします。プレートスタンバイレディー。はい、プレートスタンバイレディー。
プレートスタンバイレディー。プレートスタンバイレディー。さあ同点です。同点、同点です。2人同点です。同点です。じゃあもう一回、もう一発いきますか。もう一ラウンド、もう一ラウンドというか下段からですね。そうですね。下段からみたいになったらおかしいですね。はい、車体を変えてください。一度鳴らします。下段からサドンです。中段からだもんね。急に好きな場所からみたいな。はい、中央カバー外してください。さあサドンです。指定したところ最近練習をどうぞ。尺の関係もあるんでなるべく長くかしていただきたい。サドンですです。同点決勝果たしてどちらが勝つんでしょうか。あ、スタンバイステージは間違いない。特にこれに勝ったところで何をもらえるというわけでもないのですが。さあ行きましょう。はい、プレート競技を開始します。プレートスタンバイレディー。競技終了です。両手に負けたらお願いします。お疲れ様でした。優勝は川村さんでした。1枚で優勝です。サイキング練習どうぞ。さあ現在川村康幸選手ブルザイが100の 5X プレート60ということで200点チャレンジであります。社長が200点じゃないですか。え、社長の200点チャレンジじゃないですか。俺の200点チャレンジはねどうやっても無理だね。はい、大丈夫です。はい、ではスタンバイ姿勢でお待ちください。はい、はい、ではシルエットスタンディング競技を始めます。スタンバイレディーゴー。お、当たりましたね。まず一発目。お、9メートルもヒットです。さあ10メートル。おお、さあここで油断しちゃいけないぞ川村康幸。実況が。さあ6メートル、残り6メートル。間違えてこの右側の2つ打たないように。30秒前です。よし、おー、さあ続いてプローンだ。セーフティーをかけて重厚カバーお願いします。はい、さあ川村康幸選手、はい、自分でプローンマットを引いてください。引いてはくれないんですね。さて果たして当たれるでしょうかね。もう終わってる。はい、いやプローンがねやっぱり一番難しいんですよね。プローン、プローンが。さあではサイティング練習じゃなくて重厚カバー外してください。はい、はい、では、サイティング練習の方お願いします。トリガーには指をかけずにセーフティーを上げたまま
一度だけ最初に狙うターゲットに対してだけでお願い行ってください。今なんかお腹鳴りましたね。いや、じゃあ入ってたんです。あ、入ってたんですかね。はい、ではスタンバイ姿勢でお待ちください。妙な返事が出てしまった。そうですか。はい、はい、じゃあ銃口を下に下げてくださいね。はい、はい、では、シルエットプローン競技を始めます。スタンバイレディーゴー。さて、川村選手、まずはどこから行くんでしょうか。8メートルでしょうか。おっと、当てたぞ。さあ、9メートルに行くんでしょうか。当ててきた。さあ10メートルだ、おそらく。ここで下がる。おっと、来たぞこれは。しかしここで油断しちゃいけない。何人の選手がこの7メートルを外してきたことか。さあ残り30秒、6メートルをさあ最後に打ちます。川村康幸の描く放物線は200点への道だ。よしよし、じゃあセーフティーをかけて重厚カバーしてください。よし、やったぜパパ。明日はホームランだって知らないでしょ。知らない。俺の年代の人はみんな知ってる。チャーンチャーンチャチャーンチャーン、川村康幸。川村康幸。さあこれ自分でじゃ書いてもらいましょう、200点の。はい、やだな俺の点数出すのこれ。よいしょ。20の20 40。ということは200の 5X。 イエーイ。すごいな。やった、ついに200点出したじゃないか。やった。なんこれテイク5だっけ、テイク5だっけこれ。テイク5、うん、5回目でしょ取り直したの。あ、そうやっとやっと。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。